いやー、前回からのダメ撮りでやっていきたいと思います。手綱圭介です。怖くないいつ。まあ前回はここの入り階段を出したところで終わった。雰囲気変わったな。やっぱ地下はモナリザ絵が飾ってある。見ますか。はい。いやー、何これ、かわいい。これっていわゆるキモかわいいってやつなんかな。キモかわいい通り過ぎてグロかわいいに見えてくる。僕って誰だ、僕ってお前は誰だ。え、かわいいかな。うわひひひ、兄貴が書きそうないだぜ。そうなん。そんなやつだった。ボビーをそんな絵を描くやつだった。うん。それだけ。それだけか。ちょっと待ってよ。ここで見るときのこの絵とさ、決定機押したときのこれよ。ギャップがすげえ。3階。あれ降りてから上がってくるけん。これ何 ?1 階ちょっと、絵がすごいある。お母さんと僕、お母さんと僕、お母さんと僕、どっちがお母さん、どっちが僕だか分からんけど、もうグロいってことが分からん。暴れまくってやがるぜ。言われていて見れない。ポピオーポッ。何何、俺この絵見てポピオーって叫んだだけやん。壺が割れている。ポピオーって言いながら叫んだだけやん。お兄ちゃんおるよな。お兄ちゃんおるよ。上ひまる、お兄ちゃんおったよ。今お兄ちゃんの絵があったよ。うんうん。うえ、ひ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 。ん？上ひまる？うえ、ひ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 。うえ、ひ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 。どうしたんだよ。ただ笑っただけ。あ、いつものね。いつものねで終わるんやな。しかも笑っただけってなんか4つ並んだのが不気味やな。ん？石像の下に何か書いてある。太郎。ってことは、次郎。三郎。え？レジェンドってなんだ？いきなり変わりすぎやろうが。一般的な名前の次にレジェンドって伝説ってくるんかよ。太郎、次郎ってきたいけん、三郎じゃねえのか。三郎が何伝説になっとんだな。三男。で、シロウ。なんで三男だけ伝説になったん。こっちはコンペイト。この女、役職取ろうとしてるな。太るぞ。ん？何？うん。久しぶりだな。お前に会うのはいつぶりだろう。ん？本当に会いたかったわ。お前はお前と何も変わってないな。俺たちはそうだな。ちっと大きくなったかな。うん？何これ。お前のことはずっと考えてたんだぜ、石像ヴィーナス。ん？なんだ、僕だけついて生きてないぞ。俺たちもう行かなきゃだ。じゃあな、ヴィーナス。よし、行こう。ああ。え？今の何？って、石像ヴィーナスってなんだよ。ああ、ただの茶番か。よかった。なんなの俺。茶番か。何かあったかと思わんわ。これは茶番やなってもう初見で分かったな。なこれ。カーテン。なんかカーテン調べてなんかあるとかそういうんじゃないんかな。ん？ないんか。
なんか他にありそうなところだけど、あれ？それじゃこっちは何だろう？え？え？なこれ？あ、ここに繋がっとったの。へぇー。結局何も手に入れてないよな。影使って、それ以外は特に使う必要のないアイテム的な。ん？だったらなんだ？ああ、そうかそうか。こっち側のあかんかったところがアイドルとかそういうことか。てか、ここだってあかんかったところだった気がするし。あれ？あかんのか。ん？じゃあ次はどこ行けば？ここを見たところ。だとしたらどこが空いてなかったかな？全然覚えてないっす。ああ、ここ襲ってきたところ。覚えてないっす。もう帰っていいっすか？帰っていいっすか？みんな。俺、ちょっと、帰りたいんですけど。あ、そうなんですか。多感するんですか。頑張るね。帰っていいですかって思うんだけど、頑張るんだね。わかったわかった。付き合うよ。あ？待てよ。よく考えたらこれ、右向いてなかった？あれ？ここって、さっきの場所だよね。なんか、ぬいぐるみの向きが変わっているような、気のせいかな？あ。これ調べて進展があるわけか。本物のネズミに変わっていたりしてな。うえひひ。ちょ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 。で、うえひ。本当に生きてるじゃねえか。やべ。どんどんようやくうえひ丸の声が出ようになってきた。どうして？さっきはぬいぐるみだったのに。チュー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 、君に夢中。今日の夕飯おそらくシチュー。イエーイ。キャホー、しゃべるじゃないの。かわいい。お、俺様をかわいいと言うのは分かってるな、およちゃん。あなたは誰？どうしてしゃべるの？それは俺にも分からねえ。あれ、どんな声だったっけ？それは俺でも分からねえか。この家では不思議なことばっか起こるからな。俺たち怖くない家を探してるんだけどよ、心当たりねえか？怖くない家には入らないよ。お前が俺たちをお前たちを殺すから。ディクシュー、やっぱり怖くない家の味方かよ。殺すってネズミ殺されるわけないよね。殺すよ。お前たち邪魔だから。ん？道を塞いだ。この部屋のチーズ、この部屋はチーズの間だ。今からお前たちの誰か一人にこの部屋に入って俺のチーズを取ってきてもらう。取りに行ってる間、他の3人は待機だ。もし取りに行った一人がチーズを取ってくることができなかったら待機して3人を殺す。取ってくることができたら仕方ないから殺さないでやるよ。どうだ、面白いだろ。なんでそんなリスクを僕たちが犯さなきゃいけないんだ。今君たちを僕たちが殺せばできるの？本当？お前らに？おい竜也、なんかだかいいこいつとってもやばい気がするぜ。うえひー、悔しいがおとなしく、こいつのゲームに乗るしかねえぜ。ウヒマルが珍しく冷静なこと言ってる。そうね、でもその場合誰が行くか。私は絶対に嫌だからね。僕が行くよ。ユウ、行ってくれるの？みんなが僕に命を託してくれるなら。私はユウのことを信頼してるし、いいわよ。俺もユウを信頼してるから、ユウがやるってなら任せるけどよ、絶対死ぬんじゃねえぞ。ユウ、本当に任せちゃっていいの？うん、成功してみせるよ。わかった。で、一人行動か。みんなのために。おイベント、この辺はイベントで進めてくれるんか。チーズを取りに行くだけ。ただそれだけ。でもやっぱり怖いよ。
なんかトラップが仕掛けられとったりするんかな、これ。書いていいかな。チーズを取ってこよう。ダメですよね。なんか出て、ん？真っ暗。何も見えない。これじゃ前に進めない。そうだ。この部屋はさっき見てた通り一直線の部屋。壁を頼りに伝っていけばきっと大丈夫。そういうことよな。まっすぐ左にキーを持っていけばいいよな。ん？何の声これ。やばいぞ。何の声かわからんぞ。左押しっぱなしにしとるよ。押しっぱなしにしとるよ。メニュー開けるよ。道具何もないよ。え、何？え、なんかあるん？え、なんだ？ん？壁にたどり着かん？え？なんだお前。ティーズマン参上。僕は正義のヒーローチーズマン。君にチーズは渡さないよ。どうしてもチーズが欲しかったら僕を倒すんだ。さあ僕に挑む覚悟はあるか。やるしかない。よりによってこのやつと戦わないかんのか。特になし。ほら殴り合いマッチじゃ。ほらチーズマン、あ、弱っ。案外弱かった。チーズマン弱すぎだろ。チーズマン、そんなんで大丈夫か？カルシウム取れよ。ぐぎぎぎぎ。まだだ。私には第二形態がある。もう第二形態って言おう時点で敵役みたいな感じになってきてるやん。ヒーローに第二形態とかあると思うな。変身とかしたらダメ。見よ、我が第二形態よ。頭だけになっとるやん。変身というか分離じゃないのか。首から下どうした。どうして顔がなんかやめてよ君っていうような顔してるぞ。大丈夫だ、こいつは弱っている。攻めろ攻めろ。あ、弱かった。弱かった。弱体生かしてた。グラベラは俺の負けだ。チーン。チーズを手に入れた。あ、明るくなった。何これ。よっぽどこれが茶番な気がする。こんな黒い中でできたんがチーズマンやけんな。頭がチーズのやつだもんな。よかった。僕、頑張ったよね。みんな、褒めてくれるかな。お、お前、本当にチーズを取ってくれたのか？いやー、お前最高だぜ。結婚してくれよ。いや、あかん、もう、声出えよ。上ひばりの声出えへん。なんで突然プロポーズ？でもこれでみんな解放してもらえるんだよね。くすげえ、ムカつくぜ。やっほー、やったわ。ちょっと心配だったけど助かったわ。くすげえ、くすげえ。ネズミさん、約束通り僕たちを解放してください。ああ、分かってるっつーの。でもお前は死ね。え？ユウ、仲間を助けた。ユウのつもりなんか知らねえか。ムカつくんだよ。俺はムカつくていたやつを生かしておくなんてあまちょろいことできねえんだよな。お前の望み通り仲間はこの際でおいでやるから、てめえはその代償として無残にここで死ねえ。すっきりして帰る。すっきりしてから帰る。じゃあな。ユウ、俺が行かせてばっかりに。クソクソ。僕たちのせいでユウは死んだ。
優は成功者じゃねえか。なのになんで殺されなきゃいけないんだよ。俺さ、好きだったんだよ、あいつのこと。え、ホモ優で男だったんじゃ結局。え、あの優って男じゃ。本当はあいつ女の子なんだ。え、なんかさ、なんか笑ったらあかんと思うよな。もうあの展開からしてここに来て笑ったらあかんと思うよな。でもさ、無理だと思うな無理だと思うな。優が死んだら、死んだけん笑うの不謹慎だと思うんだけど、無理だなこの上日丸の笑顔を見てたら無理だな。うん、あいつと仲良くなったのは11の5月。俺もあいつを最初は男子だと思ってたんだ。僕の自分のことを僕って言うし、喋り方も男っぽいし、制服だってスカートじゃなかったし、女の子だなんて全く思わずよ。男子友達として普通に接して親友って言えるくらい仲良くなって、俺やっとあることに気がついたんだ。あいついつも女子トイレに入るんだよちょっと待て、それだったらもう早い段階に気づくやろうがしかもじゃあトイレ行ってくるねって言うの方も堂々と入っていってる。隠す気ないんかいや、そういう時で大体さ、ちょっと用があるからまだねってちょっと一人になってから行くもんじゃないの。ツッコミたいだよね。最初はただの変態かと思ってたけど、あいつの性格者からして異性のトイレに入るなんて絶対できないし、女だってことに気がついたんだ。そしたら今まで仲良くしてた記憶とかが自分の中巡るうちに急に恥ずかしくなって、俺の大好きな親友が可愛い女の子だって分かって、そんで俺のあいつのことは女の子だとして好きになっちまったんだ。だから怖くないを倒すっていう俺一人の事情に優がついてきてくれるって言った時すごく嬉しかったんだ。でも優は死んじまった。俺の復讐なんかに付き合わせちまったから。なあ竜也、マリ、すまなかったな。オリの一人のために問題に付き合わせちまって、お前たちだけでもこの家を出てくれ。上日丸、幽霊なんてオリが徹底的にぶっ倒してやるって思ってたけど犠牲を出しちまった。死ぬか死ぬ危険が本当にあるって分かった今、自分の命を優先してくれ。分かった上日丸、ごめんね。竜也はどうするの。僕は迷いがあるなら帰った方がいいぜ。ごめん。ああ、そんで別れることになってこうなる。悪いな上日丸、僕たちは怖いんだ、帰らせてもらうよ。的な感じで。じゃあ今回はここでセーブしよう。喉がやばいですなんつうかあれですよ、本当は笑っちゃいかんグロいシーンなのにさ、あの顔見ると笑っちゃう。自分がいる、これは不謹慎なのかな、ついても予定調和なのかわかりませんが、今回はここで終わりとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。週明け